お腹すいたな。はい、いうわけでね、先週抽選のあった近畿宝くじ100枚ね、見事外れてました。完璧に外れてました。なんなら200円くじで100枚に1枚1000円が当たるのにもかかわらず、その1000円すら当たってませんでした。で、こっちはね、年賀はがきの方もね、10枚前後ぐらい手元にあるんですけども、見事に外れてますんでね。2枚じゃないな。あの、初損が2枚あるから、あれも合わせて4枚年賀はがき余ってるんですけど、誰か送りましょうか。いや、10円払わなあかんねんけど、めんどくせえけど。一応まあ、枚数がなんか人気があったレアなね、コーナーのスヌーピーの年賀状ね、2枚と、初村の年賀状がその辺に多分2枚ぐらいね、あるはずなんですけどね、完璧に外れてました。もう、くじ運のなさ、もう天下一品なんでね、もうそもそもね、ギャンブル運っていうかね、博打の才能全くないので、そういう系ね、当たるかも系はね、全然。もう、切るの忘れた。ああ、ね、ありがとうございます。しまった。もう YouTube に編集せずに上げる動画にしようと思ったのに。はい、ありがとうございます。ということでね、何の話してたんかな。くじ運のなさっていうね。宝くじも外しいのね。年賀状も外しいのね。で、何やったっけ。
あ、だから宝くじ、近畿宝くじも100枚外して、ね、次が18日のにも近畿宝くじが100枚あるんですけど、その前に年賀状も外しので、12日の、ロト7も外したんですけども、なんと今日、15日ね、1月15日は、じゃじゃーん。ロト6がね、50口ある。ロト6、50口抽選の日ですからね、今日ね。もうこれはいただいたやろ。これは6億いただいたやろ。これは6億いただいた気がする。50口ね。あ、で、あれですよ。1万円の入金確認しました。アホやって、もう一人これと同じ買い方してある人おるんですよ。その人のところにもね、ちゃんと届いたみたいで、入金の方はね、確認できてますので、ありがとうございます。ついでに言うと、某金融機関からもね、返金ありましたね、ありがとうございます。ね。ね。いうことで、ここにね、50口ありますから、50口。まあ、これで今日ね、ロト6が当たって、レクサスをね、レクサス LS を新車で買いに行くぞ枠、レクサス、試乗しに行く枠、契約してみた枠、で、納車された枠っていうね、これが、3.1 セットでそろそろ。で、6億当たってたら土地買います。で、もしね、額が額で、6億とかじゃなくて、10億だったらビル買います。10億当たってたらビル買います。でも、6億だったら土地買います。で、土地と、下手したら倉庫、工場、建物も買えます。ぶつけた枠はしない。ね、買いますんで。まあ、そういった形でやっていこうかなと。で、3000万以上なら、とりあえず塾やります。ああ、どうしようかな。なんか、塾、面白くなさそう。塾な。じゃあ、ほんの数年間だったら、塾も面白い、塾経営もね、面白いかなと思うんですけど、長年塾をやっていこうっていうふうにはちょっとね、思えないですね。数年間だったら塾経営って面白いかな。だそんなに、収益とかね、投下資本の回収すらできないと思うんですけど、ね、リアル JCJD、リアル JCJKJD と出会うためだけに塾経営をしようかなと。それだけのために塾経営しようかなと。それはね、計画をしてますけどね。まあ、3000万じゃちょっとまあ、まず3000万できんのかな。でもどうせ投下資本の回収は不可能なので、もうちょっと額5000万以上のあったらにしようかな。多分3000万ぐらい使わされて、そのうち、まあ、1000万ぐらい回収できたら同じかな。下手したら500万くらい回収できたら同じかなぐらいのね、これから、そのもんね、少子化で子供減ってんのにね、塾がこれ以上増えて儲かるわけがないんですよ。でも塾の経営者たちはもうね、そんなマイナスなことを考えても仕方がないからね、今時はその子供一人にね、かける教育費が上がってきてるからね、塾を1箇所だけで2箇所3箇所行かす親もおるっていうわけのわからん都市伝説を信じてですよ、必死こいて塾経営をしてるんですけども、結果的にはですね、だってそもそも子どもの数が少ないんだからね、競争する必要がないわけですよ彼らは。じゃあ競争原理が働かないのにね、自分だけ一生懸命勉強しようかって思うかというと、そうでもないのが大体このクソな島国のね、クソどものね、思考回路ですよ。本当に東大、京大、阪大ぐらいまでのレベルに行く人間だったら、ほっとっても勝手に自分で勉強するんですけどね、そうじゃなくてね、10億受け取りましたか。はい、よかったです。届きましたか。こっちも入金は確認できました。ありがとうございました。ね、ということで、僕もね、だから10億当たってたらビル買って、6億当たってたら土地買って、倉庫かなんかも買って、みたいな。で、3000万、5000万レベルだったら、まあ、塾経営ぐらいにしようかなと思って、そんな今話をしてるんですけどね。だからそういう現状ですから、そんなね、塾って甘い経営ではないはずなんですね。それでもまだ、未だに塾が増えていくってね、恐ろしいところですね。まあ、そんなもん食い合いしていかんとっていうか、既存の塾を食っていくぐらいの勢いじゃないとね、絶対にコンビニと一緒で経営は成り立たないはずなんですけども、それでも FC 本部はね、必死こいて、こうやって、こうやって、ああやって、こうやって、みたいな。まあまあ、それはさておき、僕がのね、塾で儲けたいとかそんなんじゃなくて、僕がしたいのはね、リアル JC、JK、JD と出会いたい、ただそれだけ。それだけです。
うん、それだけなので、ね、そんな大きな教室、カリアンと手狭な教室でもいいので、まあ、そこそこ20人、30人1クラスというかね、まあ、個別指導なんで、そんなにクラスとかね、そういう授業じゃないんですけども、それぐらいの生徒が、まあ、同じ時間にね、できるような施設だったら、そういうのいいかな、駅前でぐらいな、まあ、そんな感じですね。だったらまあ3000万ぐらいあれば、まあ、できそうなので、それでポッと金掘ってね。どうせのと、ね、投下資本の回収はほぼ、まあ、先は何回も言ってますけど、不可能でしょうから、まあ、500万ぐらい、まあ、回収できたら、1000万回収できたら、同じかな、何年できるかなぐらいな、そんな感じで、で、その間にね、リアル JDJKJC、ね、ここに、いかに可愛い、ね、リアルな JDJKJC と出会えるかっていう、そのうち可愛い子だけは、ね、うちのプロダクションに所属させるっていうね。でもそれ以外のそこそこのはまあまあそこそこのでもええけど、所属はさしたるけど、お前は風俗行きやでぐらいだね。地下アイドル並みや、エロ DVD 着エロ並みのレベルやで、お前はっていうね、まあ、そういう扱いにしていこうかなと。それだったらまだいいよ、所属してもらって、そういうことにしていこうかな。それしかね、ないですね。他にね、やりたいことが、ね、見つからないんですよね、今この時代ね、本当に。儲かることないでしょ、何したって。もうそもそもどう考えたって、ちょっとだけなんですけどね、沖縄のその、知り合った子がね、中国語の片言を喋るらしいので、もうその子頼みぐらいなもんですよ。その子がちょっと中国人相手になんか商売を色気出してくれたらなみたいな感じで、まあ、風俗もだから、その中国人向けでやろうやっていうのをそそのかしてるんですけども、その彼が目論んでるのは米兵向けなんでね。だから、まあ、そうやったらもう中国とアメリカとも一挙にやってしまえみたいなね。今、日本の、風俗っていうのは、日本人向けの風俗で、そもそも外人 NG の女の子が多かったわけですよ。でもそれじゃもうこれからは稼げないよっていうことをね、徹底的に仕込み上げて、ね、まあ、そんな子はもう、じゃあもう東京でも大阪でも行けばみたいな。で、よそにスカウトで流してしまって、で、本気で稼ぐね、外人 NG じゃない女の子を沖縄に集中させて、沖縄で、チャットレディ、デリヘル、何やったっけ、なんとかマッサー。何でした？あ、回春マッサーね。これは会社マスター箱でやるらしいんですけど、箱買うの？と思いながら、まあ、それはそれとして、で、キャバの方もでやっていこうかなっていう、そういう感じですね。で、そのためにね、あれですよ、何回もね、今までデリヘルとかも読んでたんですけど、沖縄でね、マーケティングリサーチもしてたんですけどね、情報収集なんかもしてたんですけど、今回ね、またこういうね、夜のお店の方もね、ちょこ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 買う。これは沖縄の、キャバクラって面白いシステムで、一人で行くより二人で行った方が安く上がるっていうわけのわからんね。一人で行った方が高くつくっていう、こうどういうことなのかよくわかんないんですけど、一人で行くと60分1万円とあるんですよ。一人で行くと60分1万円。で、2名様で以上で行くと、お一人様60分5000円で済むんですよ。だから、60分1万円、2人で行っても60分1万円、1人で行っても60分1万円、ここは変わらないんですけども、例えば3人でになると、1万5000円で、まあ、トータルしたら高くなるけども、まあ、1人当たりでの単価がね、2人以上だったら5000円、1人だったら1万円という、このわけのわからんシステムね。で、ここも、ちょっと見えにくいな。ここもね、指名料は1000円。指名料1000円、指名料1000円って流行ってんの？ここ最近キャバクラってこんなもん？どこ行っても指名料1000円なの？マジで？レディースチャージ2000円。何レディースチャージって何かよくわからんねんけど。指名料って1000円なのね。ほんで、その話も、南の安競馬行ってさ、指名したら1000円かかるんですよ。1000円かかるんですよ。女の子にも言われ、スタッフにも言われんねんけど、そんなに1000円って大事？って言ったら、うちも1000円ですって言われた。いや、もうどうでもええわ、もうね。そんな指名、指名ってそんな大事っていうか、いや、沖縄で不景気だから取れないのはわかるんだけど、これね、1000円。で、まあ実際、指名もしてあげて、まあね、ちょっとお姉ちゃんの名刺ももらってるんですけどね、まあ、指名もして遊んでたんですけど、指名もして女の子にもね、飲みたかったら飲んでええでって飲ましたんですけど、最初にね、そのキャッチの子を捕まえたときに、僕は別に直接交渉はしてないんだけど、他のね、連れが交渉して安く行ったんですけど、
1点目は僕ともう一人が指名をして場内指名をしてて、で僕が指名した女の子がまあ2杯ぐらいの中なんで、もうこっちの子がもう1杯か2杯の中でよくわかんないですけど、で、トータルで1万3000円ぐらい、1万3000円ですよ、1万3000円、びっくりでしょ、キャバで1万3000円、はぁ、いやそんなやつ、ごめんなさい、いつも平野とか伏せとかですっごいぼったくられてて、で南のエスキャバでもまあまあ、2人で行って2時間でまあ3万ぐらいかなっていう、だからなんやかんやってどうせ1万で効かないんでしょっていう体でいつも僕行っちゃうので、1万3000円って言われて、あごめん13万ってお前どういう計算しとんねんって思いながら、ちょっとボケたつもりで、あじゃあ1万5000円でお釣り食うねんなって言ったら、はいマジでちょっと待って、1時間おって1万3000円3人で、いや意味そもそも料金が分かれへん、これをちょっと待って、今1人5000円でね、2名様以上1人5000円で3人おんねんから、最安でも1万5000円かかってるわけですよ。そこに指名料が2人乗っかってて1万7000円でドリンクが乗っかってるから、まあ、2万円を超えてるはずなのに1万3000円ってどういうこと。ほんまにキャッチの兄ちゃんでその店行くと安いのよね、すごい、ね、それぐらいあれですよ、沖縄のキャバクラって客がいないってことだよね。まあどこ行っても大体客って僕らだけだったんで大体僕らしかおれへんかったけど、しかもね行った曜日がね、いつ行ったんだかな、9日の火曜日やったか10日の水曜日やったか、どっちに行ったんかな、10日の水曜日に行ったんだっけ、どっちか忘れましたけどね。そんな週の真ん中で、あ暇なんやね、あ暇ですね、あそうなんや、年末どうやった、年末もまあぼちぼちでしたよみたいな、そんな会話から始まって、やっぱ年明けになるとね、まあそもそも沖縄なんて観光客が多いのは夏場だけでね、こんな時期に人もいないし、まあ、僕の YouTube 動画見てもらったら分かるんですけど、プライベートビーチ並みの、ね、人のいなさで、ね、まあ、ホテルはほぼ観光客って言っても中国から来てる人らばっかりでね、日本人なんてほとんどいないわけですよ。うん、で、まあ、そんな感じですから、まあ、なんていうの、ピーチのね、第2ターミナル の, ピザ屋のおっさんと一緒で、ね、中国語めっちゃ堪能、中国語と英語はめっちゃ堪能で、まあまあ日本語はまあなんくるないさぐらいぐらい喋ってて、ね、そんな感じでやけどね、なんていうの、そもそもお客さんがおれへんね。だからお客さんがいないからサービス業って結構僕らってもうバタ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 して当たり前っていうイメージ、ずっとサービス業、外食産業やってきたんですけど、沖縄ってね、すっごいもうなんかバタバタすると、機嫌悪なんのよね。なんでこんな忙しいの今日みたいな。暇なんか当たり前みたいな。だからもう店員とかね、アルバイトスタッフも、なんか忙しかったらな、くっそ忙しいわ、割合えへんわぐらいの勢いになっちゃってね。いや、そのおかげで君たち給料もらえるんだよっていうところはもうスコーンと抜けちゃってね。だからもう働かないっていうイメージになってて。で、男の人の仕事って今だからこそ沖縄って今開発事業が進んでてね、道路は広くなっていくし、でかいマンション建ってるから、建設業、建築関係はすっごい、建築関係トントントンはすごくね、沖縄は今バブルですけど、それ以外の男性のね、仕事っていうのがもうほぼない状態ですね。だってね、地元の沖縄の人に何人かに聞いたんですけど、製造業がないのよね。建築業はあるのに、沖縄って製造業ってないんですよ。製造されたものはどうするかって、内地から全部運んでくるので、沖縄で製造して、沖縄の県内だけで回そうなんてものはないらしいのよね。そこやなぁと思う。沖縄の中で作ってないんですよ、何もかもね。農業か漁業か、もうサービス業か、まあ、サービス観光業かね。あとはもう建築業かぐらいしかないぐらいの勢いで。うん。だからそこでね、仕事が本当になくて。だから若い子で結婚はするんだけど、若い子で結婚してね、子供もポコ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 作っちゃうんですけど、結局男の方が仕事がないので、まあ、生活にすぐ困っちゃうわけですよ。しかも沖縄県内のね、偏差値だと、沖縄県内で偏差値50あっても、本土に来るとね、35ぐらいのレベルになっちゃうので、もうどうしようもないわけですよ。だから沖縄の県内でね、偏差値が70トップレベルですよって言っても、多分ね、本土に来ると65あったらええ方じゃないかな。下手したら60ちょいぐらいしかないんちゃうか。それだったらもう普通ですよねっていう、もうそこそこの進学校にしか行けないよねっていう、そんな感じなので、だから琉球大とかね、もうそういうところ、まあ、偏差値だけで全てを測るのはどうかと思うんですけど、まあ、そもそもね、偏差値っていうのは、まあまあ、標準偏差でね、平均点が50っていう数字の、まあ、集合体の表しなんですけども、
まあ、それでいて、じゃあその学校行ったからどのかのというよりも、そこの学校で何を学んで、ね、その学び方というか、生き様というか、生き方をどう確立したかっていうところなんですけど、結局、だからみんな周りがもう手を抜いてでも何とでもなる世界に、ね、22年間もいてしまうとですよ、まあ働きませんよ。で、まあ、嫁に暴力振るって、嫁に働きなさいよって言われてね、うっすよ仕事がねえんだよって喧嘩になって DV して、まあ離婚するというので、女性のね、ほんとシングルマザー率の高いこと。まあ、大阪のキャバでもね、大体お前子供おるやろって言ったらおるんですけど、沖縄のね、シングルマザー率の高さってすごいですよね、あれね。大体みんな、まあ、若くして子供を産んで、で、まあ、キャバで働いて、ね、キャバで足りへん子が、まあ、12時回ってからね、デリヘルで働いてとか、あとは、まあ、ソープで働いてとかね、そういう感じですね、なるんですけど、だからね、沖縄独特というかね、だから、九州、鹿児島までは男尊女卑なんですけど、沖縄まで行っちゃうと、今度逆になっちゃうのね、女性上位になっちゃうのね。だから男の方はもう、すごい体力で頑張って建設、建築に行ければいいけども、もうそうじゃなかったらほぼ仕事がなくて、かといって、じゃあ、高校、大学まで沖縄で過ごしてしまうと、本土に来ちゃうとね、もう行き場がないですね。結局、まあ、サービス業に行っちゃうんでしょうけど、まあ、サービス業に来たところで、沖縄で育って、その環境で育ってしまうと、本土でバイトしても、そのバイトがきつく感じてしまって、なかなか続かなくって、結局帰っていく。そういうパターンが多いみたいですね。でも逆に言うとね、まあ、夜の商売でも昔、沖縄の子もね、ちらちらいましたけど、今、本土でね、こっちの本土で役に立たん、役、いや、言い方きついな。なんともならない子たちが、沖縄行くと、あ、こんなもんでよかった。あ、俺、ちょっともしかしたらできる方ちゃうんって勘違いをしてしまう人たちが、結構いてね。ちょろっとバイトで沖縄に行くと、そこで行くと、すごくこう、できる、よしよしって、もうみんなからも歓迎されてしまうので、そこで移住しちゃう、居ついてしまうね、若い子が結構いてて、まあ、その子らがね、外食サービス産業を今支えてる労働力のね、一部になってるのかなっていう状態ですけどね。いや、でも、今回に限ってなんですけど、まあ、今までね、結構年末でしたっけ？税理士さんのところに仕事行ってね。相手、税理士の先生ですよ。税理士の資格を持ってる税理士先生に向かって何を話せっちゅうねんって思いながらも、まあ、いろいろね、こっちの僕の、営業のノウハウ的なものからね、お伝えをして、まあ、それでお話をしてて、って、そういうレベルの人たちを今まで相手してきて、今回ね、7人ぐらい、かな、違う、4、6、あ、7人か、7、8人ちょっと仕事で、まあ、コンサルをしたんですけど、ほぼ、1人か2人大、あ、1人大学生、大学そ、大卒がおったな、もう1人も高卒やったかな、専門学校卒か。あと、ほぼね、5人ぐらい全中卒で、まず字も書けないし、ね、自分の学歴も覚えてないし、まあ、資格はね、まあ、建築関係で、トントントンなので、結構資格持ってたりするんですけど、そんな中で、やっぱり、まあ、話すのも苦手だの人も多いしね、じゃあ、まあ、今までどういうふうにしてきて、これからどうしていこうかっていう話をしたときに、いや、もうそんなこと全然考えてませんとかなっちゃうと、もうパパパッとパパーッと終わらしたいところがね、もう非常に長くなって、すごい大変だったんですけどね。まあまあ、でもそんな、まあ、とうとうそういうところに来たかって。大阪でも結構今までそんなあったかなと思ったけど、まあ、大阪は意外となんやかんや言うてね、都市行ってるのも今時の若い子らも、高校まで普通に出てる子が多いですよ。まあ、中退してる子も中には何人かおったけど、まあ、僕も言うても中退なんでね、別にその学歴云々かのはどうでもいいっちゃどうでもいいんですよ。仕事ができないとどうでもいい話なんで、そこはどうでもいいんですけど、でも結局、やっぱそこはね、学校行ってないと字が書けなかったりとかで、まあまあ、仕事ができてる人と、まあ、僕は今回お話をしてるからまだ仕事はできてるけども、やっぱりこう、ちょっと先は考えてない人が多いかなっていうね。順応性が、まあ、あれば、なんともかな、なんとか生きてはいけるんでしょうけどね。そういうところで、まあ、結構今回はね、変わったというかね、あ、そういう部分を今回は見れたかなというか、すごい参考にはなったんですけどね。
や、沖縄はね、すごいこう、異様な雰囲気ですよ。かといって向こうでね、じゃあどうやって回そうかって言ったところでね、大阪とかね、東京とかでそういうお店をしてると、大体ね、スタッフがもう女の子と仲良くなって、金を踏んだくってね、もうどっか消えちゃっていくっていうのが多いんですけど、島ですから、空港か港で貼っとけば逃げれないのでね、だからなかなかそういうのはないのかもしれないですね、逆にね。っていうかもう諦めちゃってるんでしょうね、きっと。島だから逃げれないわね。淡路島とかね、だったらまあ今なんかやったら高速がつながってるからね、まああわよくは店の売り上げ盗んでね、もうそのお姉ちゃんと仲良くなって、もうとんずらしてしまえ、ということができるのかもしれないですけども、沖縄の島の中だったらね、逃げるのも大変。那覇、沖縄ぐらいしかないでしょ。まあまあ、チャタンもないことはないけども、あの辺、ね、今結構大きなスーパーっていうかね、あれですよ、まあ、那覇にもあるんですけど、ガストがあったりとかね、なんなら大阪王将ありますからね、大阪王将、茶炭に。茶炭町まで来て、大阪王将はいかんわ、さすがにと思いながらね、まあ、そんなこんなでね、あれですよ、なかなか住みづらいとこかもしれないですけど、逆にだからこうね、今までの本土のやり方をそのまま持っていくというよりかは、沖縄ならではのね、やり方をやれば、なんか人儲けできそうなね。雰囲気ではあるなということでね、まあ今、何人かでね、割り巧みをしてるところなんですけど、まあ、そんなこんなでね、今日は、だから宝くじがね、当たらないっていうところと、何でしたっけ、年賀状もね、1万円も当たらなかったっていうところと、何ですか、キャッチーさん、ね、ロト6をね、50口買ってるので、まあ今日6億円、10億円が当たって、ね、レクサス LS を買うか、RX を買うか、まあ、ビルを買うか、土地を買うか、うんね、何時にあれ発表あんねやろね、宝くじ発表ね、それをちょっとやりたいなと思ってるんですけど、ね、まあそんなことない、とりあえずね、頭かゆるからお風呂入ってくる。とりあえずお風呂入ってきますね、じゃあね、この枠に来て次枠開けたらお風呂入ってきます。そんなことなんで、見ましたか、これまた結局 YouTube に使われへん。YouTube 今日アップ用の動画が撮りたいので、ちょっとそれ撮るまでちょっとね、何度か枠開けますけど、はい、まあ、お暇な方は。